激闘の末、井伊直虎の腕輪は守られた。織田軍と謎の少年ナタは即時撤退を敢行する。さらに風魔小太郎が反乱軍に朗報をもたらす。新たな腕輪が見つかったと。真田幸村と菅銀平らは意気揚々とその地へと向かう。だが彼らの前に予想だにしない敵が立ちはだかるのだった。あれはオリュンポスの兵。まさかついにゼウスたちが本格的に進行を始めたのか。その辺は偵察済みです。あれを率いているのはアテナって人でした。確かお知り合いですよね。ああ、ゼウスの娘。オリュンポスでも屈指の力を持つ女神だ。そして腕輪を盗んだ私を追っている。では新たな腕輪、そしてペルセウス殿をお守りするのが私たちの任務ということですね。それともう一つ、趙雲、漢光とかって人をはじめ劉備様のお仲間があっちについてるみたいっす。そんな、兄上たちと趙雲殿が敵？なんだと？優しき仁君よ、仲間に腕輪を譲り戦いを避けるか。いや、それはできぬ。事情は分からぬが、今の私がなすべきことは信長と話すこと、そしてゼウスから皆を守ること。そのためには力の源である腕輪が必要だ。ここで引くわけにはいかぬ。立派な覚悟だ。ではこの先へどうぞ。ペルセウス、もはや逃げ隠れはできない。父ゼウスを裏切った罪の重さ、思い知るがいい。これだけの軍勢を率い待ち構えているとは、神の本気がうかがえるな。ペルセウス殿、ご安心を。共に力を合わせれば勝てぬ戦などありません。腕輪のありかはアテナが守っている。そう、なんで今食の将が陣取った。手薄な中央を進めば戦いは避けられそうだ。彼らとの戦いを避けると見越した罠かもしれない。中央は避けて進もう。雪村殿、見事だ。本当に趙雲殿が敵に。この目で見てもまだ信じられない。それに兄上たちまで本当に戦わなきゃいけないのか。腕輪は私が何とかしよう。君たちが無理をして戦う必要はない。聞いてくれ。いえ、私も戦います。友を置いて逃げることなどできません。私が君何を金探索をしましょう。すみません。探索、お前まで。まずいにゃ、このままじゃ挟み撃ちにされちまいますで。ここは軍を二手に分けよう。我らは南から進軍するぞ。ねえ観測、本当に戦っちゃっていいの？だってすごく辛そうだし。辛くないと言えば嘘なんだ。だからこそ趙雲殿だけに背負わせるわけにはいかないんだ。裏切り者の
ペルセウスを仕留める。邪魔をする敵は誰であろうと切れ。承知した。父、兄め、銀兵、皆が相手だろうと私は。監査君、お願いだ。わけがあるなら話してくれ。凡人の分際で神を裏切るとは。神の勝手に人を巻き込むわけにはいかない。先に腕をさせるか。見事な腕だな。いえ、あなたこそ素晴らしいものの筆でいらっしゃる。超支流参る。これが神の力。この力で皆を守りきる。いざ雲上に勝負。力統治よ。力が目覚めたか。全軍ここへ集え。腕輪を奪い返すのだ。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。お待たせしました。敵は皆雪村殿の元へ向かっている。このままでは雪村殿が危ない。拙者たちで食い止めねば。雪村様のもとへは行かせない。雪村殿、見事だ。受けてみよう。絶対すっかない。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。受けてみよう。敵の味方の腕はまずい。餌にはありのみ。腕輪を覚え、そこはこの。面白い世界。なんだか重い戦いだな。もし雪村様が家族と戦うことになったら、考えるのやめよう。私はただの忍び、黙って役目を果たすだけ。よろしくお願いいたします。はい、しました。触れてやるわけにはいかん。すごい、なんて強いんだ。参ります。熱くなりすぎたか。ここは引くよりしゃあねえな。雪村様は天下無双、知ってたけど。雪村殿、見事だ。引く。どうにか撃退したか。ええ、腕輪も獲得できました。ですが勝利を喜ぶ気にはなれません。趙雲たちには深刻な事情があります。どうにかできないだろうか。
ちょっといい？頼みがあるんだけど。あれ？あんた、さっき敵にいた。お願い、観作たちを助けてあげて。無論、私もそうしたいと思っている。やはり、何か事情があるのだな。あのアテナって女神に龍禅様が捕まってるの。だから観作たちは仕方なく言うことを聞いてて、でもあんな悲しい顔を見てられない。なんと、我が子が。だから私はこっちに来たんだ。観作を助けてあげたいから。わかった。今すぐは難しいかもしれぬが、私としても彼らと戦い続けるのは胸が痛む。必ず何かしら手を打とう。よかった。そのためなら私もこれから何でも協力するんで。ああ、頼りにしている。悲しいこともあったが、仲間が増え腕輪も得られたことは行幸だったな。あの腕輪に宿る力は軍神テュール武勇、そして策にも長けた雪村殿にはぴったりだな。いえ、私などですが、戦力を増やせたことは何よりです。これからもなお一層奮戦しましょう。私のかっこいいとこ見ててよね。オリュンポスの神による本格的な侵攻、ダッキとリョフの動き、そして信長の目的、解き明かすはずが謎は増えるばかりだ。この複雑に絡み合った糸を少しでもほぐすため、やはりまずは信長に真意を問いたい。闘争を始めん。まさか素直に話してくださるはずもない。力のぶつかり合いになるのは致し方ありませんか。こちらもかなり仲間が増えたし、腕輪も二つある。挑むなら今って感じもするね。うん、これ以上時間をかけてあちらに二つ目の腕輪を確保されてもまずい。いざ信長のもとへ。反乱軍を率いる劉備はついに迷いを捨て決心した。織田信長に真意を語らせるため覚悟と力を示すことを。織田信長は本拠の守りを固め反乱軍を待ち構えていた。人間同士の悲しき戦いに終止符を打てるか。織田軍との最終決戦の幕が今上がる。かつて信長に言われたことがある。これしきの力では自分に逆らうことも世を変えることもできぬ。そして彼の奥方や孫権殿は信長には覚悟があると言っていた。信念を貫き
孤独な戦いを選んだのだと。私は正直迷っていた。皆で協力し合って共に危機を乗り越えたい。だがそのために信長と戦うのは正しいのか。私が立ち上がったことで家族やかつての仲間同士が対することもあった。私は余計な争いを生んでいるだけかもしれない。しかしやはり結論は同じだ。信長の目指すものが見えぬ限り、あのやり方に従うことはできぬ。真意を話すに値するか試したいというなら、私も覚悟を決めて戦おう。そして信長に力を示そう。劉備殿、その決意、この雪村もお支えします。私たちの腕輪が信長様に対抗する鍵ですもんね。恥ずかしいですが頑張ります。うん、二人とも頼みにしているぞ。信長に全てを語ってもらいたい。そのためならこの勝負受けて立つ。来るかは来るよ。ここは地獄。思いっきり行くわよ。信長はあちらにいるよ。だが中央を進めば北の敵勢に脇腹を突かれかねる。まずは北の城を落とし、その後信長の元へ向かうとしよう。燃やし尽くせ。こたびの戦いは力を振るう覚悟を信長に示すためのもの。この竜玄徳共に戦うぞ。僕の相手ができる強い人がいるのかな。総大将はあんまり強そうには見えないけど。ねえ、僕と遊んでよ。少しは持ってくれるといいな。私は力を振るい戦い抜くと決めたのだ。ここでひるむわけにはいかん。劉備殿が危ない。力をお助けせねば。案外やるけどまだ足りないかな。この程度じゃ僕は壊せないよ。受けてみよう。かかっただ。諸葛一族の名にかけて討滅してくれる。燃やし尽くせ。はや不平とは。だがこの程度で私の覚悟はくじける。敵将討ち取ったり。ここを通すわけにはいかない。軍事件参る。ならば真田の槍で貫くまで。いざやるの。褒めて取らすのじゃ。腕輪の力を引き出せるのは雪村殿、直虎殿、受けてみよ。彼がいなければ信長も取り合ってはくれない。二人とも慎重に進むのだ。二三で無茶をせぬようにな。雪村、また強くなったな。真田の一派、ご覧なさい。こんな見事に負けちまうとはな。腕輪の力は強力ですが、正直戸惑っています。何の鍛錬もなしに急に力がみなぎるのですから。私もただでさえ自分の体を持て余し気味なのに、それに格好もまだ慣れなくて。この城は我らが包囲した。敗北を認め武器を収めてくれぬか。戦わずに負けを認めるなどできぬ相談。体は痩せても根性まで痩せ細ってはいない。門の先にはどんな敵が。すみません。
幽霊と思えば顔色の悪い敵なのじゃ。ハクハク星と申す。手加減はグッフ無用だ。思いっきり行くよ。でしょ、打ち取って。自由にならぬ体が憎い。背後を狙わぬ者、この城は押さえておかねば。銀兵にここの守りを任せる。タラルーク殿、銀兵を頼む。お任せを。銀兵殿のところにここは死守いたします。信長のもとへ急ぐのじゃ。だがこの先にはそなたの父上もおられよう。親子で戦うことはない。そなたはここに残るのだ。ホム、あなたの父は優しいのじゃな。だがさ、残る者で信長のもとへ参ろう。いかに苛烈に出迎えられようと絶対に引ける。おお、見事だ将校殿。さっきより盛り上がってきたみたいだね。僕も混ぜてよ。大事な戦いの邪魔はさせん。しかしこの者どこから現れたのだ。信長様よ、あなた方を止めるよう仰せつかっております。燃やし尽くせ。この奥に信長が。心してかかりましょう。やるのう、褒めて取らすのじゃ。信長様のもとへは行かせません。ラン、参ります。お前こそ真の三国武将だ。もはやこれまで。聞かせていただきます。そんなにあの人に会いたい？私を満足させられたら通してあげてもいいわ。あなたとの死闘、よかった。あともう少しかな。道は開かれた。みんな私に続け。おお、よくやってくれた。
それはどういうこと。はかられたか。今リュビラを囲み焼き尽くせ。みんな動じてはならん。我らは試されているのだ。何か手立てがあるはず。いやあ、いよいよ面白くなってきたね。今の必死な君たちなら楽しめそうだ。こんなところで余計な敵と戦わねばならんと。余計はひどいな。僕と遊べばいいことがあるかもしれないのに。面白かった。俺にいいことを教えてあげるよ。あそこに信長が作った隠し通路がある。じゃあね。何？おお、ここを抜ければ外へ出られるぞ。信長の居場所から火の手が。だが雪村たちは必ずやこの危機を脱して戻るはず。我らは劉備殿や雪村たちの退路を確保する。城に迫る敵を切り崩すぞ。はい、劉備殿、無事でいてください。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。キュエン、感謝します。リュービ殿、よくそこを無事だ。そなたたちの助けがなくば危うかった。よくやってくれたな。すみません。はい、すべては信長様のため。明智十兵衛光秀、参ります。よろしくお願いします。はい、参りました。なんというのよ。もはやこれまで。引かせていただきます。やるの、褒めて取らすのじゃ。ねえ、あの人に会いたいんでしょ。燃やし尽くだった。私に地獄を見せてちょうだい。変化無双の武者とは装置であったか。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。雪村、無事だったか。お前なら切り抜けられると信じていたぞ。私も兄上の援護があると信じ突破しました。ここからは共に進みましょう。修羅を抜き、ここまで来た。その覚悟、信長に見せよ。信長、承知した。皆、私に力を貸してほしい。全軍、信長のもとへ。この信長を乱世を超えてみせよ。腕輪の力を借りたこの姿なら対等に渡り合える。もののふの意地ここに示さん。信長様、私たち真剣なんです。分かってください。すでまん教えてください。あなたの目的は一体。信長には我らの道を開くため戦ってもらっていた。まあ悪役を気取るにしてもちとやりすぎだと思うがな。あのお二人は。我らは戦界の住人。かつてお前たちと共にオロチと戦ったものだ。オロチ、破壊の意志と圧倒的な力を持つ魔王。かつてオロチは時空を歪め
お前たちの世界を融合した。己を終わらせる者を求めて、戦界の者が見守る中、お前たちは力を合わせオロチを滅ぼした。その後現れた幼女、そして絶対の破壊神をも倒し、皆元の世界へ戻ったのだ。ここで起きたことは全て忘れて。だが世界は再び融合した。オリュンポスの神ゼウスの手によって。ゼウスが作ったあの腕輪には二つの力が込められている。一つはオロチの力。これにより失われたかつての絆が徐々に結ばれ、オロチが作り出した世界が再現されていく。だが魔王がいない状態で無理につながれたこの世界はあまりにも不安定だ。我らのように強い力を持つ存在が強引に介入すれば、たちまち壊れてしまう。そこでもう一つ、神や仙人の力を徐々に浸透させることで、より強い存在を受け入れられるようにしているのだ。お前たちや信長が腕輪を使って戦ったことで、世界の融合、そして強い力を持つ者の介入が徐々に可能になった。だから私も今ここにいるのだ。戦界でもなぜか一つ力のこもっていない腕輪を発見してな。調べたところ先ほどのようなことが分かったのだ。そこで私たちはイザナギの力を込め、この世界に偶然最初に招かれたナタに腕輪を託した。たまたま近くにいた信長と戦ったら腕輪が反応したからびっくりしたよ。イザナギってああいう苛烈な人が好きなんだね。あの力ってよっぽどの時じゃないと発動しないからさ。信長には本気でみんなと戦ってって頼んだんだ。なるほど、だからわざと悪役を。それもあります。しかし大いなる敵との戦いに覚悟なき者は不要。だから確かめたの。この人に抗うだけの信念があるか、もしくは共に戦うだけの力があるかを。あなた方の覚悟は信長様も認めるところ。以後は共に戦わせてくださいませ。数々の無礼許してもらいたい。我らはこの世界に来て妖魔に襲われていたところを信長殿に救われたのだ。思い出しただけで咳込むほど恐ろしい体験でした。恩を返すためこちらについていたが、信長殿があなた方を認めたのなら私たちにも否いはない。どうかよろしく頼む。ところで腕輪はなぜ戦界に持ち込まれたのだ。何か心当たりは。それが分かれば苦労はない。先ほどの情報も我らが懸命に調べたのだからな。オロチの大釜も知らない間に盗まれてたしね。ま、気づいたら戻ってきてたけど。そうか、一体誰が。地獄の開幕。戦なき地平見るために。地獄が好きなの。ラン、修羅に入ります。鬼柴田が魂を見せん。諸葛光球、一族の誇りを胸に。各剥製死ぬ気で参ろう。燃え上がれ闘志よ。分事件いざ参る。分かった、すぐに肩をつけてやろう。僕が最強だって分からせてあげるよ。僕の力見せてあげるよ。うまくいったか。
様の才と器は我が父の片腕にふさわしい。人の王として我らと共に世を支配せよ。とつ国の天を滑る存在、新たなる世界、そして人の王。荒唐無稽な話だな。証として力を授けよう。貴様ならば使いこなせるだろうからな。魔王オロチ、私たちはかつてこの世界で戦っていたのですね。時折妙な記憶がよぎるのはそういうわけだったのだな。この世界が徐々につながっているように、記憶も少しずつ蘇っているのだろう。いずれ全て思い出すやもしれぬ。大変です。ケンシン殿の城が攻められてるみたいで、敵にはアテナって神様と、もう一人神様がいるとか。もう一人、もしやアレスまでもが降臨したのか。アレス、ゼウスの息子だったか。神が二人となると厳しい戦いになりそうだな。それと総妃殿と秀吉という方もいるそうです。秀吉様が、なぜ人をもてあそぼうとする神などに。そんなのここで考えてても仕方ないよ。僕さっさと戦いたくてたまらないんだね。早く行こう。うん、確かに急いだ方がよかろう。ケンシン殿が心配だ。みんな救援に向かってくれ。